はい、皆さんおはようございます。ギガの邪悪ワールドへようこそ。さあ、なんかまた新しい、これなんか来ますね。ハート型の影ということで、最近星明かりの下で奇妙なシルエットが何度か目撃されている。はい、いや、もうこれパッて見る限り、まあ翼竜っていうのは分かりますよね。でもちょっと何の欲求か、ちょっと僕には分からないんですよね。これ何でしょう？分かる人いますかね？なんかすごい、なんかかっこよさそうみたいな感じですよね。ハート型の影とか言って。良さそう。ちょっと楽しみですね。はい。ということで今回もリクエスト行きたいと思います。今回のリクエストはちょっと、まずは、メトリアカントサウルスですね。メトリアカントサウルス。こいつですね。はい。で、2匹目に、ディモルフォドン。よく言うのディモルフォドンっていう風に書いてあるんですが、ディモルフォドンはちょっと消えちゃっていないので、こっちのエウディモルフォドンで代用させてもらいます。はい。で、3匹目に、またメトリアカントサウルスということなんですが、メトリアカントサウルス1匹しかいないので、これをまたちょっと違う恐竜で代用させてもらいます。はい。まあ、近い恐竜で、まあ、トロオドンとかスピノラプトルとかその辺かな。1300のダック。まあ、スピノラプトルにしますか。はい。こんな感じで行かせてもらいます。はい。メトリアカントサウルスも懐かしいね。エウディモルフォドンもそうだけど。はい。スピノダスクス。わー、メトリアカントサウルスめっちゃ派手。めっちゃ派手だわ。わー、ワンパンされちゃう。ワンパンされちゃったわー。エウディモルフォドン。さあ、これは？いけるか？よし。さあ、ちょっとフリー属性になっちゃう。うなえリンクス。うなえリンクスも強いね。さあ、どうなんだ？おっと、ニーアタック。ちょっと交代しましょうかね。それか、ちょっとポイントを貯めましょうかね。あとは草食竜だけなんで。はい。ポイントを貯めます。エウディモルフォドンにはちょっと犠牲になってもらいましょう。はい、3アタック。いいね。ちょっと優しさがある。さあ、スピノラプトル。はい。まあ、こんな感じかな。はい。うらー。そして、また、ウナイリンクス。レベル20。攻撃力20、280。これは怖くないな。よし。これはもう僕も。よっしゃ。よっしゃ、いけた。よし。なんとかいけたね。いきなりメトリアカントサイズワンパンされちゃった時はどうなるかと思ったけど。いけましたね。はい。で、次は、モッド対戦の方、行ってみましょう。はい。まずは、メトリアカント。いや、まあ、メトリアカントでもいいけど、まあ、そうか、メトリアカントにしましょうか。とりあえずね。メトリアカント。で、エウディモルフォドン。はい。で、スピノラプトルかな。はい、同じように。さっきと同じ感じでね、
組みましょうか。はい。で、猛毒。で、コブ2枚。っていう感じでね、いきたいと思います。はい。やっぱコブはすごい強いよね。もうこの猛毒との組み合わせが。お。エンテロラコス。体力高いね。さあ、上げていく。4000の体力、2400のアタック。さあ、4001、猛毒で、まずは削っていく。エンテロラコスね。すごい。こいつも久々だな、みんな。さあ、2からの、何も来ない。じゃあ、出待ちしてみましょうか。猛毒で削りながら。よし。強いな、ほんと猛毒は。さあ、まだ何も来ない。ガン待ちしましょう。猛毒、さあ、もう後がないよ、君。さあ、5からの、何も来ない。いやー、もうこれでもう殲滅させてしまおう。はい、全部猛毒の力で全部殲滅させるっていう。はい。さあ、帝王が堂々と出てくるが、ドン。おお。さあ、また帝王が出てくるが、ボン。面白いな、これ、ほんと。おお。いやー、すごい。帝王が頭振って堂々と出てくるのに、すぐにボンってやられるっていうのは、なかなかシュールな絵ですね。はい。という感じで、リクエストお答えしてきました。いやー、面白いね。猛毒。本当に。さあ、あとはこれですね。ハート型の影。そんなのあるのか。ハート型の影。翼竜っていうのはわかるけどね。どんな翼竜だろう、これ。なんかわかる人いますかね、こんな形で。なんかすごいな。ハート型。すごい、ロマンチックな恐竜ですね。はい、なんか来ます。はい、楽しみにしましょうね、これね。はい。ということで、今回この辺で終了したいと思います。